エイプリルフールの代わりに、エリンギプール平野仕様の名言がトレンド入り。4月1日には、エイプリルフールならぬ、エリンギプール ?4 月1日といえば、世界中で恒例の、エイプリルフール。しかし、今年は一風変わった話題が SNS を賑わせている。エリンギプールという言葉が、かつての関西ジャニーズジュニアの一コマから、再び注目を集め、ネット上でトレンド入りを果たしている。平野仕様という名前には、 彼の天然ぶりがよく知られている。かつて関西ジャニーズジュニア時代に出演した BS 富士の番組で、彼が、エリンギプールという言葉を口にしたことは、今やファンの間で伝説となっている。それが今年も、彼のファンによってトレンド入りを果たしたのだ。エイプリルフールという日は、何でも嘘をついて良いという風習がある。これに習い、平野は当時の番組で、エリンギプールという言葉を誤って発言し、スタジオを騒然とさせた。 その場面は彼のファンたちによって毎年投稿され、今年も再び注目を集めたのである。ファンたちからは、平野仕様の天然ぶりは永遠だ、エリンギプールは彼の伝説だといった声が寄せられている。この言葉は彼のファンコミュニティにとって特別な意味を持ち、毎年のように話題に上る。エリンギプールの由来についても興味深い話がある。大橋和也くんがジュニアを辞めるという嘘をついた際、平野はそれを伝えたかったが、 エリンギプールという言葉が全てを持っていったという逸話がある。このエピソードが彼らのファンの間で語り継がれ、今もなお笑いのネタとして親しまれている。この日を祝うファンたちは SNS 上で喜びを分かち合っている。エリンギプールの日は毎年楽しみ、彼のおかげで新たなイベントが生まれるといったコメントが寄せられ、彼の存在がファンにとって特別な意味を持つことが伺える。4月1日は、 エイプリルフールの他にも新たなるエリンギプールの日としてファンたちの間で祝われている。平野仕様の名言がいつものようにコミュニティを笑顔に満たしているのだ。今年も彼の天然ぶりが新たな笑いと楽しみをファンに届けてくれることだろう。そしてエリンギプールの日は単なる一日の出来事に止まらず彼のファンたちにとって特別な日となっている。彼らは彼の天然な一面やユニークな言動を称え、 その愛らしさを称えるのである。エリンギプールの日には、ファン同士が集い、彼の名言やエピソードを振り返り、共感し、合う。これは単なるトレンドではなく、彼との絆を深める機会となっている。彼のファンは、彼の存在が彼らの日常に幸せや笑いをもたらすことを喜んでいる。また、この日は彼のファンにとってコミュニティを形成する大切な日でもある。彼らは SNS 上で交流し、 彼に関する投稿やエピソードを共有し、愛、彼を称える。このような活動が、ファン同士の結びつきを強め、彼を支える力となっている。さらに、エリンギプールの日は彼のファンにとって、彼の人間性や個性を再認識する機会でもある。彼の天然な一面や愛らしい言動は、彼をファンの心の中で特別な存在にしている。彼らは彼を通じて、自分自身や他者とのつながりを感じ、喜びを分かち合っている。 エリンギプールの日は、単なる笑いのネタやトレンドだけでなく、彼と彼のファンコミュニティの絆を深める特別な日として、彼らの心に刻まれている。彼の存在は、彼らにとって永遠の笑いと幸せをもたらし続けているのだ。そして、この日を通じて、彼のファンは彼の人間性や個性を再評価し、彼との絆をさらに強固なものにしていくのである。 エリンギプールの日は、単なるエイプリルフールのパロディーではなく、彼のファンコミュニティにとって特別な意味を持つ日として、毎年喜びと笑いで祝われている。彼の存在は、彼らの心に深く根付き、彼らをいつも笑顔に満たしているのだ。エリンギプールの日は、彼のファンたちにとって待ち望まれる日であり、彼の個性や笑いを称える機会でもあります。彼の天然な一面やユニークな言動は、彼を愛する人々にとって特別な魅力となっています。 この日は、彼のファンコミュニティが一堂に会し、彼に関するエピソードや思い出を分かち合う場でもあります。彼のファン同士が集まり、彼の名言を再び楽しんだり、彼の愛らしい笑いを共有したりすることで、彼との絆がさらに深まります。さらに、エリンギプールの日は、彼の人間性や個性を再評価する機会でもあります。彼の天然な一面や素朴な魅力は、彼をファンタシーの心にさらに近づけ、彼らの愛情をより深くするのです。 そして、この日は彼のファンたちにとって、笑いと喜びに満ちた特別な瞬間をもたらします。彼の存在は、彼らの日常に明るさと楽しみをもたらし、彼らを幸せな気持ちにさせてくれます。最後に、エリンギプールの日は、彼のファンたちにとって、彼との絆を祝う特別な日であり、彼の人気と魅力がいつまでも続くことを願う日でもあります。彼の笑顔と笑い、声が、彼らの心を永遠に満たし続けることを願っています。 4月1日、エイプリルフールの恒例行事とともに、日本の SNS を騒がせたのは、平野仕様の言い間違い、エリンギプールがツイッターのトレンド入りを果たしたことだ。毎年4月1日には、嘘をついても良いとされるエイプリルフールが行われ、日本中で様々なジョークや嘘が飛び交うが、今年は平野の言い間違いが注目を浴びた。平野仕様は、 かつて関西ジャニーズジュニア時代に出演していた BS 富士の番組で、エイプリルフールのエピソードを話している際に、エリンギプールと言い間違え、スタジオを驚かせたことがある。彼の天然な一面が発揮され、関西ジャニーズジュニアメンバーからも笑いを誘った。この平野のエピソードは毎年エイプリルフールになるとファンによって共有され、今年もエイプリルフールと並んで、エリンギプールがトレンド入りを果たした。ファンからは、 平野紫耀の伝説がまたトレンド入りしている。笑いが絶えない。素晴らしいエピソードといった声が上がっている。エリンギプールの語源となったエピソードについては、大橋和也くんがジュニアを辞めるという嘘をついた際に、平野がエリンギプールと言い間違えたことから起こったとされる。大橋くんはこのエピソードに関連して、6年前の平野の写真をブログで公開し、ファンを喜ばせた。平野紫耀のエリンギプールの言い間違いが、 今年も SNS を賑わせた。彼の愛らしい天然キャラクターがファンを楽しませ、エイプリルフールの一環としてトレンド入りを果たした。皆さん、今回の記事をお読みいただきありがとうございます。平野仕様の面白いエピソードがまた話題になり、エリンギプールが SNS を騒がせましたね。これからも面白いエンターテイメントが続くことでしょう。今後も注目していきましょう。4月1日といえば、エイプリルフールの日ですが、今年は、 エリンンプールとといいうちょっっっ変わったトレンドが話題になっています。このトレンドは関西ジャニーズジュニアの平野紫耀が過去にした言い間違いに由来しています。毎年4月1日にはエイプリルフールという日にちなんで嘘をつく風習があります。日本でも有名人や企業がさまざまな嘘をついて話題を呼びます。平野紫耀は関西ジャニーズジュニア時代に出演していた BS 富士の番組でエイプリルフールの話題が出た際に エリンギプールという言い間違いをし、スタジオを騒がせました。彼の天然ぶりが発揮され、他の関西ジャニーズジュニアからもそう突っ込みを受けたそうです。この部屋のエピソードは毎年、エイプリルフールになるとファンによって投稿され、今年もエイプリルフールに次ぐ注目を集め、エリンギプールがトレンド入りしました。ファンからは、またトレンド入りしてる、これは平野紫耀の伝説、いつまでも笑えるといった声が寄せられています。 エリンギプールの語源は、大橋和也くんがジュニアを辞めるという嘘をエイプリルフールについた際、平野仕様が話題を取られたことに由来します。このエピソードは、大橋くん自身がブログで振り返り、平野くんの写真を掲載するなど、ファンにとっては楽しい思い出となっています。エリンギプールの日がやってきました。平野仕様の天然ぶりがまた話題を呼んでいますね。エイプリルフールとは一味違う、ユニークなエピソードがファンを楽しませています。 これからも彼の笑顔と愉快なエピソードで私たちを楽しませてくれることでしょう。この記事が皆さんの日常に少しでも笑顔を運んでくれれば幸いです。エリンギプール、楽しい一日よ。